おはようございます。こんにちは、こんばんは。元気でしょうか。いろんなね、転売ってあるよね。今回ね、まあ今年に入ってからだと思うんだけど、1月1日にまあ地震が、結構大きい地震があって、お亡くなりになってしまった方もいらっしゃってて、でその中で、まあ、防災グッズが売れに売れている状態でやっと落ち着いてきたなーっていう時に、日向灘か、そっちの方で南海トラフ警戒なんちゃらっていうのが1週間ぐらいなってて、でそれで水とかお米とかがなくなってしまって、水はね本当に徐々にまあいつも通りの状態になってきてはいると思うし、いつも行く、スーパーなんかでも箱でね何個かあったりとかしてて、うん、ただね、硬水っていうの、硬い水は残ってた。海外製のね、ものが結構残ってたな。多分、軟水、柔らかい水に慣れている日本人っていうか、まあ、アジア圏なのかわかんないけど、それに慣れてると、硬水はちょっと大変。うん。一時期、硬水ダイエットっていうのがあったよね。硬い水のダイエット。なんかあったような気がするね。まあ、それなの。別にして。で、水の転売みたいなのもあっただろうし、あと、まあ、お米だよね。お米も 1.5 倍ぐらいの値段で売れてたりとかもするし、下手すりゃね、本当に2キロので5000円ぐらいで売ってるやからもいたりとかするんじゃないかなと思う。そのオークションというかそういうのでね、メルカリとかで、やっぱ防災系のものも1ヶ月2ヶ月待ってくださいっていうのは多くて、お米を本当にちょうどその新米が出るか出ないかぐらいの時期にこういうことになったので、ね、米騒動じゃないけど、そういうのができましたよね。なっちゃったんだよね。うん。千葉県の方にも道の駅で結構あったりとかしているようなんだけど、神奈川県の方はどうなんだろう。直売所というかそういうところに。多分あると思います。はい。うん。他のところはわかんないけどね。で、まあ、防災関連のものも、下手すれば、あるのかもしれないね。その、セット売りのものをばらして、福袋のあれじゃないけど、福袋だったりとか、なんだっけ、お中元とかさ、そういうののばら売りのね、たまにやってたりとかするけど、ああいう感じで、なんかあったりとかするだろうし、下手すればその100均のでさえね、1個100円110円なのが300円400円で売っていたりとかする可能性もあるので、本当に気をつけてくださいね。ポリタンク、水を入れるポリタンクなんかもいいかもしれないね。100均ので300円とか500円ぐらいするけど、まあ一度使った方がいいかもな。その耐久性なんかも、一発でね、おじゃんっていうか、ダメになっちゃう場合もあるからさ。あと、なんだろう、ペットボトルの2リットル。普段ね、本当に、ペットボトルのお茶とか、2リットルとか、
買わないにしてもちょっと買った方がいいのかもしれないね。うん、水入れてね、その冷凍庫で冷やして、でまあ何かあった時のためにそれを冷蔵庫の上の方に入れといて、その保冷剤代わりにするとかね、いうのがあるみたいですし、まあ、その水をね、まあ、何日か前のものだったとしても、きれいな水だったら、それを手を洗うものにしたりだとか、あとタオルを濡らして体を拭くとかっていうふうにもできるしね。うん。まあ飲むのはちょっと抵抗あるわっていう人は、そういうふうにした方がいいのかもしれない。うん。皆さんどうでしょうか。以上です。